バッキー・ハリス、1908年9月25日から1978年5月20日はアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロ野球選手。愛称のバッキーは MLB の名選手であるバッキー・ハリスの名を名乗ることで話題性を期待した登録名である。南カリフォルニア大学を経て1928年に アメリカマイナーリーグに入り、AA サクラメントセネターズ等でプレーするが、メジャーリーグ昇格は必ず。1931年に、ロサンゼルスの日系チーム、LA 日本の日本遠征に参加する。当時、アメリカの日系人野球チームが日本へ遠征する際、日本側の要請で2の3人のプロセミプロ級の白人野球選手を参加させることが条件だった。なお、 ハリスは遠征終了後も LA 日本に所属して試合に出場している。1935年にはアメリカ遠征に来ていた大日本東京野球クラブとも対戦した。1936年に日本国内で初のプロ野球リーグ戦が始まり、名古屋軍曹監督の河野敦氏が鈴木壮太郎に外国人選手の紹介を頼んだところ、鈴木が懇意にしていた。 LA 日本のチームマネージャーフランク大江が仲介して、名古屋軍に入団をまとめた。ただし、河野と大江の橋渡しをしたのは、鈴木ではなく三宅大輔という説もある。ハリスの月給は500円だったが、後の巨人の看板選手であった、水原修が150円ほどとされることから、ハリスの月給は破格であった。こうして、ハーバートノース、高橋義夫と共に、 名古屋軍結成時の外国人三人衆の一人として入団した。1936年の春季からリーグ戦に参加。非日系のアメリカ人の職業野球への参加は初めてであったことから注目されたが、ハリスはたちまちファンから愛される人気者になる。同年春、夏通算打率が348周期も3 1を記録 翌1937年1月に、河野が新球団の甲楽園イーグルスを結成し、既存チームから選手を集める。河野は名古屋軍に対して、ハリスの譲渡を求めるが、了承を得られなかった。そのうち、ハリスはアメリカに帰国してしまい、春季リーグ戦が始まっても、日本へ戻らなかった。当時、遺跡に関して、両球団で合意できない場合でも、6ヶ月以上。 経過すれば、選手の希望する球団に入団できる、胸の不分率があり、どうしてもハリスが欲しいイーグルスが、旅費を負担して、ハリスを帰国させたのではとの噂も流れる。結局、ハリスは6月20日に、日本に戻ると、イーグルスに入団した。春季は遺跡のごたごたもあり17試合の出場で、打率、206に終わる。秋季には打率、310を記録する一方で、 投手リードに得意な才能を発揮するなど、攻守両面で活躍し、春季に最下位であったチームを3位に押し上げた。それらの功績を評価され、同年度の最高主君選手に選出される。翌1938年も春季に打率。324を記録すると、本塁打も最後の2試合で2本ずつを放って6本塁打とし、5本塁打の借り田久則を、 ギリギリで逆転して本塁打王を獲得した。周期も打率320でリーグ2位につけたが同年限りで退団、帰国した。ハリスの退団、帰国は当時の日米関係が悪化の一途をたどっていたことも影響している。ナインとの別れの日、ハリスはさようならと言えないほど大変に悲しんだという。引退試合は後楽園球場で行われ、 イーグルス代表になっていたコーノに翻訳を頼んで引退挨拶を行った。ハリスはこの挨拶の日本語の原稿をアルバムで保存していたとされている。1941年から1945年にかけて日本とアメリカが太平洋戦争を戦うとハリスはアメリカ軍に勤務してフィリピンレーテ島の捕虜収容所で通訳を務めた。 そこで、阪球軍の補欠保守だった捕虜から声をかけられ、捕虜の雰囲気が一挙に好転したという逸話がある。戦後は、カリフォルニア州オレンジ軍で、礎石作りの会社を経営し、引退後は、ウェストミンスターに居住した。1976年7月に、ロサンゼルスで引退生活をしていたハリスを野球通でも知られる、慶応義塾大学教員の池優が訪れ、 それを契機にベースボールマガジン社から同年の日本シリーズに招待されてイーグルス対談以来38年ぶりの訪日が実現した。10月21日に読売ジャイアンツが阪急ブレーブスを迎えた同シリーズの第一戦を約40年前に自身の本拠地球場であった高楽園球場で観戦し人工芝を見て感激しきりであった。歓迎会では 水原茂、松木金次郎、藤村文夫、川上哲次、千葉茂など、ハリスと対戦して、彼の訪日に尽力した、職業野球の名選手たちが参加した。このシリーズについては、週刊ベースボール誌で、昭和51年11月8日号からの3冊に、かけて、観戦日記や座談会が掲載された。日本滞在中には、名古屋にも立ち寄り、 名古屋軍の後ろ身である中日ドラゴンズの足木、都市郎の案内で1936年当時の本拠地だった鳴海球場の跡地を訪れて、名鉄自動車学校の一部に残る当時のスタンドなどを見学したとされる。1978年5月26日に水上事故がもとでネバダ州ラスベガスで逝去。満69歳没。上勢はあまりなかったが、胸板厚く。 肩回りもがっちりしたタンクのような保守らしい雰囲気の体つきであった。強犬から繰り出される角類への性格で速い送球を誇り、特に二類送球は座ったままスナップスローでこなせたという。打っても常に個人打撃成績の上位に名を連ね、その攻守コーダブリは数年前に来日した当時史上最高の保守とされていたミッキー角練を彷彿させたという。ハリスは 当時の国定教科書である小学国語特本で熱心に日本語を勉強し、マスク越しに突如日本語の歌を歌い出し打者を混乱させたり、奏者として類に出ると相手投手に向かってちょっとそのボールを見せてと話しかけ、投手がハリスに向かってボールを転がした瞬間に次の塁に向かって走り出すなどユニークなトリックプレーを見せた。 1936年の来日時は独身であったが、同年中に婚約者のステージダンサーを呼び寄せて結婚。新居は九段坂の途中にあった当時最もハイクラスとされたの宮み屋という高層アパートに構えた。夫人が妊娠してアメリカに帰国すると、ハリスは家賃17円のアパートに引っ越して質素な生活を送り、夫人への仕送りを続けたという。 1938年限りでアメリカに帰国したのも、夫人と離れて生活する不便さと経済的負担が重かったことも理由とされる。ありがとうございます。